そうよ。ベアトリーチェは私が殺したの。隠れ屋敷で暮らしていた彼女を私が死なせてしまったのよ。あれは多分20年くらい前だった。お母様にひどく叱られ、私はお屋敷を飛び出したの。六軒島を出てどこかへ行けるはずもない。でもとにかくお屋敷と今の自分から逃げ出したかった。私ね、当時は森の魔女ベアトリーチェの伝説を信じてたの。恐ろしい存在だけれど、敬いの心を持っていれば助けてくれることもあるって聞いてたの。だから森の奥へ奥へ、どこまでも走っていった。